こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。今回はですね、こういりごまを使って練りごまを作ってみたいと思います。使うのは白ごまのいりごまですね。これはですね、僕よく行く業務スーパーで78円かな、115g 78円で買ってきました。あとはこれ釣り鉢と、何棒っていうんですかね、する棒ですね、これを使います。はい、なんで練りごまなんか作ってみようかと言うとですね、まあ、冷やし中華で、冷やし中華、まあ、これ入れますね、適当にこうダーって入れるんですけど、まあこのくらいかな、このくらい、いや全部入れちゃう、はい、結構適当なんですけれども、なんで作ろうかと思ったかというところですね。まあ一回先日作って試してるんですけれども、ここはごますります、ここはごますりですね、文字通りごますりなんですけれども、冷やし中華のですね、タレを作ったんですよね。通常のタレ、酸味のある醤油タレっていうんですかね、あれを作ったんですけど、それでまあお友達とですね、まあその普通のタレは簡単にできたんですよ。それこそクックパッドかななんかでこうやってね、調べてね、それでまあ先日、まあ、お友達とですね、冷やし中華を一緒に作って食べたんですけど、そうしたらですね、まあ、僕の親友の星野哲郎なんですけども、画家のね、やっぱごまだれがいいって言われちゃいまして、じゃあごまだれどうやって作るのかなと思って、またクックパッドで調べたんですよ。そうするとですね、ごまだれ作るのに練りごまが必要だと書いてありまして、じゃあ練りごまを買いに行こうかと思って、スーパーに行ったんですよ。そしたら練りごまがえらい高いんですよね。ここのくらいちっちゃいこのボトルじゃない瓶に入ったのが300いくらもするんで、いやーえらい高いなーと、練りごまってどうやって作るのかなと思って、またグーグルでこうやりましたらね、したらごますればいいと、ごまをただひたすらすれば練りごまになるよって書いてあったんですね。ただそれには そこに書いてあったのは、まあ、フードプロセッサーとかですね、その辺を使ってやるとかなり簡単にできるよって書いてあったんですけども、まあ、今うちね、フードプロセッサーちょっと故障中なのもあるし、それにわざわざこんなごまするのにね、電気使ってやるのもちょっと、エコでないなっていう気がしたんで、これであったごますりの、このごますりっていうか、すり鉢とか出してまして、先日やってみたんですよ。だ結構時間はかかったんですけど、特に力がいるわけじゃないし、ただひたすらですね、こうやってぐり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 やってればいいだけなんでね、で結構時間かかるんですけど、実は 今はこうやって話しながらやってるんですけど、実はね、こういう風に、これもまた今度障害すればいいかもしれないですけど、こうやってね、ちょっと分かりにくいかな、本を、ダイガンでスタンドがね、これでいつも本読んでるんですけど、こう両手は使えるんでね、でこれで読みながらね、こうやったりとかですね、吸ったりとかですね、あとラジオ聞いたりとか、人と話しながらね、あとはまああんまりテレビ僕は見ないんです、見ないというかほとんど見ないんですけれども、まあテレビの好きな人はテレビ見ながらでもね、特にこれずっとごまを見てる必要ないんで、もうこんな感じ、買いにくいですけどね、なってきました。だからそういう
本当にやなんかをやりながらねやればそのうち自然にできてしまうんでね、そんなに力入れないんで子供でもできるし、うん、ただちょっと根気がいるかな。逆に根気を養うために子供にやらせるのもいいかもしれないですね。あとはまあおまあ一番いいのはまあ家族でおしゃべりしながらねやるのがいいかなって思いますね。そのやっぱ時間を取るのは結構大変だったりするんですけど、だけどそのコミュニケーションの時間っていうかそういうのは必要なんでね、それと一緒に合わせてまあ手作りのごまだれ作るのもいいかな。これにですね、まあ詳しくは今言わないですけど、これにこれは練りごまに最終的になるんですけど、これ結構時間かかるんで後でこうカットしますけれどもね、カットっていうかあと出来上がり近くなったらもう一回やるんですけど、これにお酢とですね、そばつゆ、あとお砂糖、これを加えてですね混ぜるとですね、すごく美味しいごまだれ、冷やし中華のごまだれができます。かなり美味しいです。それで簡単ですしね、ごまペースト、ごますりごまさえ作っておけばですね簡単にできます。ですりごまはまあすって、まあ、瓶とかに入れて長期保存する場合は冷凍庫に入れればいいし、それとこれをですね酢をちょっと多めにしたごまだれを作るとサラダ、ごまドレッシングになります。これもね結構美味しいですよ。そんでごまのこう分量とかを調整するとなんてさっぱり味からですね濃厚なごまだれ、ごまだれとごまドレッシングできますので試してみてください。はい、ちょっと時間かかるんでちょっとここでビデオ撮影はお休みして、あと最後の方になったらもう一回撮影しようと思います。今こんな感じになりましたね。はい、結構ねこれすごく香りがいいです。はい、じゃあまた後で、じゃあちょっと待ってくださいね。はい、だいぶですね潰れてきまして、潰れてきましてね、こうちょっと粘りが出てきました。もう結構何分ぐらいやってるかな、30分ぐらいやってるのかな、まあ適当にねこの 本読みながらねやってたんですけど、結構粘りが出てきて、これがですね結構ねそうですね普通のですねお味噌みたいな感じに最終的にはなります。はい、グリグリとこうやってるんですよね。この本はですね全然関係ないんですけど、この本はですねこういう本ですね、図書館で借りてきてるんですけど、こうハーバード白熱教室講義録っていうのかな、これ、ね、題名がどこかに書いてあるかな、これはね、題名っていうかね、ジャスティスなんですよ。要するに正義っていうこと、ジャスティスって正義ですね、正義っていうことを、まあ、政治哲学なんですけど、これがハーバードの博士教授ですねがたくさんの学生の前で、議論するビデオがあるんですけれども、それのまあビデオも何回も見てるんですけど、それのですね、本にしたものですね、なんですよ。今これビデオなんですけど、実はビデオってね、ビデオテレビもそうなんですけど、ビデオでよくこういろいろと勉強のビデオとかあるんですけど、あとなんだ勉強の、ビデオ講座とかね、そういうのをよくやってますよね。ただね、
それは欠点があるんですよね。例えばどうだっけ、テレビなんかでもよくやってますよね。池上なんとかさんっていうのがいろいろ教えたりしてるテレビがあるんですね。すごいいいことを、教えてくれます。ただ欠点があるんですよ。みんな覚えてないんです。ビデオの欠点なんですよね。ビデオでやまあ一方的なんでね、こう能動的になってしまうんです。どうしてもね、要するに学びも全て能動的になってしまうんですよ。見てるっていうのは結構まあ、能動的な受動的ね、能動的にこうじっくり見てよくこう分かってやろうと思いながらですね、実は分かんなくても何も不自由ないんで、それはもう人っていうのはですね、まあ、潜在意識というか、それもちょっと潜在意識についてもね非常に複雑なんですけど、本来はね言われてるよう な単純なことではないんですけど、まあよく言われることで言えば潜在意識とかですね、そういったところではよくそういうことを理解しててですね、まあサボってもいいだろうって頭の中勝手に思っちゃうんですよ、どうしてもね。ですからこう一生懸命見てるつもりでも、まあ極端な話、終わってどんな話をしてましたかって言われてね、どんな話でしたっけと思い出せないとかね、そういうことが多いんですよ。そうですね。だから講義でもね、少人数の講義っていうのは、例えば話してる人、話してる、まあ、先生ですね、先生なんかがこうその分かってるかどうかっていう顔色とかですね、顔の症状とか見ながらやってますんで、そうすると生徒なりが分かってなければそこを追求することができるんで、そうすると生徒の方もそれが分かるんで、こう一生懸命なるんですよ、知らず知らずにね。ところが大きい行動っていうか教室でやってる場合は、先生は一人一人 見てないんで、極端な話眠ってても先生は分からないし気にしないですよね。そういう環境の中でいくら勉強しようと思ってもどっかでですねサボるんですよ、脳っていうのはね。で脳っていうのはすごく怠け者です。っていうのはこう脳が活性化するとえらいエネルギーを食うわけですね。それに対してなるべく節約しようというふうに脳の方が働き出すので、ほっとくと考えない方に行きます。ですからテレビで一生懸命勉強してるつもりが全く頭に入ってないっていうことはすごく多いことなんですよ。そういうこともありましてね、まあビデオで何回も見てるんですけど、こう実際にはこう学べてない部分があったりするんで、それを補強する意味も兼ねて、まあ本を借りてきてね、図書館でね、読んでるんですけど、で読みながらね、今はこれ話してるから同時にはこうできないんで、話してるんですけど、そういう形でね、まあ、本を読みながらさっきやってたんですけどね。ほらだいぶねこう粘りがこう出てきたの分かるかな、ね、ちょっとねこうしっとり感というか、なんていうのね、さっきのが乾いた砂であれば、これは海岸の砂浜のね、波打ち際の砂って感じになってますね。はい、じゃあまたちょっと後でまたもっと釣れたらですね、また撮影始めます。じゃあちょっと待っててくださいね。失礼します。はい、こんな感じですね。だいぶこれお味噌状になってきました。はい。さっきね、急にクライアントから電話があって、カウンセリングをやったりとかですね。その後、買い物に行ったりとかですね。いろいろ中断しまして、今夜になっちゃったんですけれども。
でもこんな感じでね、ほら見えるかな、ほとんどこうペースト状ですね。もっとやるともっと油が出てくるのかもしれないんですけど、これでいいかなって感じ。もしかするとね、これ裏ごしかなんか してもっと滑らかにするのかもしれないんですけれども、まあそうすると繊維質がねこうなくなっちゃうんで、かえってまあちょっとザラザラ感が残っても、それはごまのねやっぱ食感なんで、それは大事にした方がいいかなと思ってます。はい、まあこんなもんですかね。こんなほら分かり音なんかもこう ねばっとしたこう音になってますね。はい、これね瓶に入れて、保存するんですけど、それとどうしてもねこれこのすり鉢にくっついてね取れない部分とかあるんで、それはねこうもう今日ねごまドレッシングにしちゃおうと思ってるんですよ。はい、ほんでそれを入れる容器も今日ねさっき言った買い物行ってっていう時に、100円ショップで買ってきたんですね。でそれを明日ねちょっとお友達にね、あげようかなと、ごまドレッシングをね。ほんで一応ね今のところ経過してるのは、来週あたりねこのごまだれの冷やし中華をまあお友達4人でですね作って食べてみようかななんてもちょっと計画しております。はい、こんな感じでねこう根気はいるんですけどね、まあこう結構コクがあって美味しいんですよね。でこうやって手をかけたものっていうのはなんかねこう違うような気がするんですよね。僕はこういうのを作るときに、なんていうんですかね、こう魔法をかけてるような気持ちで持って作ったりなんかするんですけれども、はい、これはよくテレビなんか魔法使いがこう、なんだ、こう大きい鍋の中でぐず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 煮ますよね。あれって僕はその鍋に入ってるものの効果っていうよりもですね、作ってる魔法使いのこのなんていうの魔法がですねその中にこう染み込んでいくような気がするんで ねこういう感じでね。まあこれなんかはまあ随分時間かかってるんですけど、買ってしまえば買える人はまあ買ってしまえば楽かもしれないんですけど、以前カードの宣伝かなんかに、ね、お金で買えるものはカードでみたいな話で、買えないものはまあ買えないんだけどみたいなあったんですけど、僕は逆にねお金で買えるものをお金で買うとお金で買えないものが失われちゃうような気がするんですよね。だからお金を出せば買えるものも、例えばこういう形で手作りすることでですね、お金で買えないものが手に入るような僕はそういう気持ちがします。これをだからこんな風にもうドロドロ状態になってきてあるんですけど、こういうのをだから家族なりで一緒にねこう交代でこうやって、その中でこうコミュニケーションが生まれる、そういうのもあると思うし、ですからこの練りごま自体はスーパーでも買えるかもしれないけど、それを作ることで得られるコミュニケーションというのはお金で買えるものではないと思うし、そういう共通の時間を持つっていうことはすごく大事なことだと思うし、テレビで個人個人がこうテレビを楽しむのもいいんだけど、それによって家族の時間が家族と共に過ごす時間、テレビ見てる時も確かに家族と一緒かもしれないんですけど、実は一緒にいながら全く離れてる状態だと思うんですよ。そういう状態っていうのは離れてるよりも距離があるような気がするんですね。でそういったことをですね、一つ一つ見逃し見一つ一つですねこう見つけるっていうか、
見つめ直すことが、まあ、いいんじゃないか。こういうふうにこうやってるとですね、あの精神統一にもなります。精神統一はお金で買えないし、はい、そういうのちょっと、ね、手間かかるかもしれないんですけど、ちょっと試してみて、美味しい、ごまのドレッシングなりを食べてみてください。はい、これでもう出来上がりです。あと今度はごまドレッシング後でこれ作りますけれども、いや、それはまた今度機会にということで、はい、ブログとかですね、下の URL に載っけておきますので、その辺チェックしてみてください。あと、チャンネル登録、よろしくお願いします。今ね、確かね151ぐらいになったのかな、150超えたんですよ。で徐々にこうたくさん登録が増えていくと、僕もあのやりがいがあるというかね、楽しめるんで、ぜひともよろしくお願いします。あとなんかこんなことやってみたいなリクエストがあったら、あの教えてくれるとまたありがたいです。はい、どうもありがとうございます。こんな感じでできました。失礼します。